バイオリンといえば美しいビブラートなんですが、僕の場合は全く曲で使えるビブラートはできるはずもなく、ビブラートを曲の中でやってしまったものなら曲をぶち壊しにしてしまうので、今までずっとやらずにいました。しかし、やっぱり綺麗に弾けるようになりたいという思いがありますので、挑戦していきたいと思い、できない状態から苦しんでる様子も含めて動画にしてみたいと思いました。ネット上にはビブラートを教えてくださる動画がたくさんありますが、自分でもやってみてはいますが全くできません。そこで自分なりに練習してみたり、見よう見真似でビブラートをやり出した時に変な癖がついてしまいそうになったことやら、自分なりに気がついたことを動画にしてみました。とにかく指を押さえながら揺らさないといけないということで、揺らしては見たものの、一番揺れているのが手首だという変な癖がついてしまいました。こんな感じで一番揺れているのが手首で、明らかに無駄な動きになっています。自分ではちゃんとやってるつもりなのですが、撮影してみるとひどいものです。揺すらなくてもいい手首を揺すってしまっているということになってます。次に試してみたのが、指でかけるビブラートと手首でかけるビブラートでした。見よう見真似でやってるだけなので、かなり間違ってる可能性があります。極端に言うと、指の第一関節の曲げ伸ばしを使うといった感じでした。これはゆっくりならそれっぽくなりますが、とっさに弾こうとしたり曲でやろうとするとさっぱりできません。もたもたした感じのビブラートもどきです。手がつりそうになりながらやっています。できる方は指でかけるビブラートも手首からかけるビブラートもできるみたいですが、全くできない人間からしたらハードルが高いので、やはり最初は腕からかけるビブラートがいいのかなと思いました。肘から先の腕ごと揺らしてビブラートをかけるというものです。左手の素振りだけならできているような気がしても、そこに弓が加わるとできなくなり、さらに音楽が加わると全くできなくなります。やっぱり変な力が入っているので、バイオリン全体が揺れてしまいます。撮影してみるとわかることが多いです。こんな感じで曲で使えるようになるには一体どれくらいの時間がかかるかわかりませんが、腕からかけるビブラートから練習していきたいと思います。曲の中でここというポイントで曲を乱さずに的確にビブラートをかけることができるっていうのは、いかにすごいことかっていうのがよくわかります。自分の頭の中では指や腕がかなり動いているつもりでやっているのですが、できないヨガをやっているようなもどかしさがあります。うわーっと叫び出しそうな歯がゆさがあります。できるようになるかどうかは自分次第だと思いますが、やっぱりできるようになりたいです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。